はい、今回は活性化関数について解説します。活性化関数はいわばニューロンを興奮させるための関数です。ニューロンへの入力と重みを掛け合わせたものの総和にバイアスを足し合わせて統合された値をニューロンの興奮状態を表す信号に変換します。活性化関数がないとニューロンの演算は単なる積の総和になってしまい、 ニューラルネットワークから複雑な表現をする力が失われてしまいます。活性化関数には様々な種類がありますが、ここでは代表的なものをいくつか紹介します。まずはステップ関数です。ステップ関数は階段上の関数です。関数への入力 x が0以下の場合は出力 y が0。x が0より大きい場合は1になります。 ステップ関数はこちらのセルのコードで実装することができます。ここではナンパイのフェア関数を使っていますね。x の値が0以下であれば0を。それ以外の場合は1を返します。これによりステップ関数を実装することができます。このセルを実行します。このように0以下の場合は0。 0より大きい場合は1を返すステップ関数を得ることができました。ステップ関数を用いると、ミューロの興奮状態を0か1でシンプルに表現することができます。実装が簡単である一方、0と1の中間の状態を表現できないというデメリットもあります。ステップ関数は、ニューラルネットワークの起源であるパーセプトロンで用いられてきました。 パーセプトロンはニューラルネットワークの一種と考えることもできますが、すべての信号が0か1のどちらかで表されるシンプルなネットワークです。次にシグモイド関数について解説します。シグモイド関数は0と1の間を滑らかに変化する関数です。関数への入力 x が小さくなると関数の出力 y は0に近づき、 x が大きくなると y は1に近づきます。シグモイド関数はネイピア数の累乗を表すエクスポネンシャルを用いてこちらの式のように表します。y イコール1プラスエクスポネンシャルマイナス x 分の1ですね。この式において x の値が負になり0から離れると分母が大きくなるため y は0に近づきます。また、 x の値が正になり0から離れると、エクスポネンシャルマイナス x は0に近づくため、y は1に近づきます。この式からグラフの形状を想像することができますね。シグモイド関数はこちらのセルのようなコードで実装することができます。こちらの関数、シグモイドファンクションが返す値は1、1プラスエクスポネンシャルマイナス x 分の1になっていますね。 それではこのように x の値が0より小さくなっていくと y の値は0に近づいていきます。その一方で x の値が0より大きくなっていくと y の値は1に近づいていきます。このようなシグモイド関数はステップ関数と比べて滑らかであり0と1の中間を表現できます。またこの関数のメリットの一つですが、 微分が扱いやすいという特性があります。シグモイド関数ですが、ニューラルネットワークで古くからよく使用されてきました。次に紹介するのは、ハイパボリックタンジェントです。こちらの単エッジですが、ハイパボリックタンジェントと読みます。ハイパボリックタンジェントは、マイナス1と1の間を滑らかに変化する関数です。 曲線の形状はシグモイド関数に似ていますが、0を中心とした対象になっているので、バランスのいい活性化関数です。ハイパブリックタンジェントは、シグモイド関数と同じく、ネイピア数の累乗を用いた式で表されます。こちらの式ですね。分母の方では、エクスポネンシャル X とエクスポネンシャルマイナス X が足されており、分子の方では引かれていますね。 このようなハイパボリックタンジェントですが、こちらのセルのようなコードで実装することができます。ここでは何倍のハイパボリックタンジェントを使っていますね。これを使えば簡単にハイパボリックタンジェントを実装することができます。このセルを実行すると、ハイパボリックタンジェントの曲線が表示されました。y の値がマイナス1から1まで滑らかに変化していますね。また、 0を中心とした対象になっています。次に、レルを紹介します。レルはランプ関数とも呼ばれ、x が0より大きい範囲でのみ立ち上がるのが特徴的な活性化関数です。レルはこちらの式で表されます。x が0以下の場合は0。0より大きい場合は x です。関数への入力 x が負の場合、関数の出力 y は0に。 x が正の場合、y は x と等しくなります。l はこちらのコードで実装することができます。ナンパイのフェア関数を使っていますね。x が0以下の場合は0。それ以外の場合は x をそのまま返します。それでは実行します。このように l を得ることができました。l はシンプルであり、 なおかつ層の数が多くなっても安定した学習ができるので最近のディープラーニングでは主にこのレルが出力層以外の活性化関数として用いられています。それでは口頭関数を紹介します。口頭関数は入力をそのまま出力として返す関数です。口頭関数の形状は直線になります。こちらのシンプルな式で表されます。 コードで実装するとこちらの通りですね。X の値をそのまま返します。実行すると直線が得られました。ニューラルネットワークの出力層では、この高等関数と、口述するソフトマックス関数が活性化関数としてよく使用されます。行動関数は、以前に解説した回帰問題を扱う際によく選択されます。 出力の範囲に制限がなく連続的なため、連続的な数値を予測するのに適しているからです。それではソフトマックス関数を解説します。ソフトマックス関数は分類問題を扱うのに適した活性化関数です。他の活性化関数と比べて少々トリッキーな数式で表します。分類問題は入力をいくつかのクラスに分類する問題です。 活性化関数の出力を y、入力を x とし、同じ層の入路の数を n とすると、ソフトマックス関数はこちらの式で表されます。こちらの式1では、右辺の分母は、同じ層の活性化関数への入力 x から、エクスポネンシャル xk を計算し、足し合わせたものです。そして、こちらの関係で表されるように、同じ層のすべての活性化関数の出力を足し合わせると、1になります。 これに加えて指数関数には常に0より大きいという特性があるので、y の値は0より大きく1より小さくなります。このために、先ほどの式1のソフトマックス関数は、ニューロンが対応する枠に分類される確率を表現することができます。ソフトマックス関数ですが、こちらのコードで実装することができます。分母には何倍のサム関数を使っていますね。 それではこのソフトマックス関数を実行してみます。こちらのセルでは何杯の適当な配列を用意しています。これをソフトマックスファンクションに渡してやります。このセルを実行します。出力された値ですが、すべて0から1の範囲に収まっていますね。また、合計値が1になっています。ソフトマックス関数が機能していることが確認できますね。 以上のような様々な活性化関数を層のタイプや扱う問題によって使い分けることになります。今回のレクチャーは以上です。